go away! Supernatural 皆さん今日はこちらの Supernatural っていうゲームやっていきたいと思うんですけど、このゲームはどうやら自分の声が聞こえるみたいで、でまあ結構怖いと。俺ホラーゲームでビビったことないんで、どんな感じなのかね、ちょっとパパッとね Supernatural やっていきたいと思います。 Go! 来ました。 Detective Wyatt, man, I can't believe I'm talking. Wyatt ってゲージ決めて話してるの。私あなたの仕事の大ファンで、特にあの坂本のケースはそうだ。そのひび割れ方は天才的だ。こいつ顔面モザイクかかってやんの。あんたの検視は伝説的なもので、だからこそ私はあなたが手を差し伸べる。僕の家では奇妙な状況が起きてきて、夜も眠れないんだ。コルトン、ありがたい言葉をありがとう。2回言ったね、ありがとうね。はじめまして。どうしたんだ。お、動ける。どうしたんだ。メールにも書いたけど、スーザンのことなんだ。妊娠中の婚約者ケイリーと私の家事を手伝ってくれた女性、とても寂しそうだったので連れてきた。彼女は事実上家族で、私たちの家の隣のすぐ外で寝てる。1週間ほど前彼女は姿を消した。電話にも出ず、 いつもの時間を欠かした。1週間も行方不明。それは間違いなく懸念材料だ。消える前の彼女の行動で何か変わったことは。そう、それが問題なんだ。彼女は奇妙な行動を取り始め、私たちは別の名前で呼び、奇妙な国に置く術なんだ。ケイリーは本当に怖くなった。彼女は少し両親のところにいた。誰でいびっかいてんの。スーザン夫人を放っておけなかった。認知症か何かと思ったんだ。調べてもらえますか、刑事さん。バジャッカーのことは気にしないで、うまくいけば数時間後に戻った時にはまだ寝ているはずだ。彼女は時々騒がしい小さな女の子になる。分かってよ、コルトン。我は犬が大好きなのですぐに調査を始めます。あ、犬のことか。ケイリーは。あちゃは。他のことは心配しないで。彼女はあなたたち二人にとっておばあちゃんのような存在なんでしょう。もちろんです、刑事さん。彼女は家族のようでした。特にこの家を買った後では、私たちは大したものを持っていないけど、スーザン夫人は私たちの全てなんだ。さて、私はこれからケイリーの彼女の真似。何かあったらすぐに電話をください。彼女のことが心配なんです。あー、で、どうやら、なんか、おー、ゲリラ豪雨だ、ゲリだ、やばっ。ちょっと待って、天気やばくね。天気がもう、大荒れどころじゃない、これ。これ、避難警告出るよ。スーザン夫人がちょっと、行方不明になったってこと？俺は刑事で、家の助けをしてくれてるスーザン夫人がいなくなったから、探してんのかな。で、犬を入れた皆さん。わおー。スーザン？スーザン？どこだ、スーザン。何してんの、俺今。お！俺映ってないんだけど。誰、こんなトイレットペーパー。こんな出して。トイレ綺麗だね、これね。こんな綺麗なトイレあんま見たことないよ。どこ行くの？ Hello？ あっ！暗っ！上行けばいいの？スーザン、おお。What is this? なんだこれ。窓が割れてる。何点滅してんの。どこここ。え、俺今どこ行ってんの。あ、パソコンがある。Not now. 今はまだ。どういうこと。 Hello? 誰かいますか。ほらあ、え、どうやって開けたの。 NO！ あー、 OK、 分かった、引くんだ。ああ、こっちは何。あ、なんか人形あるんだけど。クロスキー。お、こっちなんだ。オーマイ、え、戻ってきたんだけど。あー、ちょっと怖い。お、手紙がある。カメラを動かして手がかりを見つける。How long do I have to wait? 子供の超音波検査。あー、クライアントの婚約者だろう。しかし、なぜここに置かれているのか。どのくらい待てばいい。あ、なんか見て。Oh no!
何？なんか、あれ？Oh no！ どうしたの？辛いもん食べたの？辛いもん食べた後のうんこ、こういう感じの声よ。辛いもん食べた後のうんこ相当きついからね。どういった声？ Hello？ Oh shit！ え、どっからあの声してた？もがき声よ。悶絶してる、悶絶。Hello？ え、なんもないよ。おい、天気やべえよ。え、どこ行くのこれ？パソコン見るんじゃね？ああ。I have other things to do. ちょっと待って、電話来たんだけど。Better get back to it.え、手がかりを今探してるってこと？いろいろと。あ？なんだこれ？なんだよこれ？また子供が犠牲に？やめてくれよ。やめてくれよ。そんなことするのやめてくれよ。子供を犠牲になんてしたくないぜ。イケメンボーイ！わった。なんでこんな点滅してんだここ。おらのこの服は。こんな服ほっぽろかして。お前。暗っ。暗い暗い。おうし！お、なんかあって今。え？なにこれ？奇妙なシンボル。ああ！この事件と関係がある。この人形何？ロボスキー？この絵は何だこの絵は。え？なんかある。ファイナルノーティス？私は共感できる。何に？切れてるってこと？もう期限切れってこと？俺もめっちゃ共感できるよ。俺めちゃくちゃ期限切れで来るから。この前電気止まったから俺の家。電気代3ヶ月見直してて。えって使うの？使っちゃおうぜ！知らない人のパソコン。見ちゃえ見ちゃえ !The Alpha。Alpha Male。俺の歩き声これ。なんだ歩き声って。どこ下行けばいいのこれ。これ、もしかしてあれなのか？お、なんかある。若い！お。なんだこれ。我慢！お！ポルスクライナ銀行からの人道メッセージです。大変申し訳ございませんが、当物件の住宅ローンの条例が95,331ドル滞っております。この未払い金を清算することが急務であることをご承知おきください。おっと。ローンが払えてないんだって。お前なんか怖い。カスタマーサービスまで電話してね。ありがとう。うん、経済状況がちょっと Oh no!モルテージデプト。オッケー。はい。はい。これパソコン見える？何？何？これでもうだいぶ、この家の情報手に入ったんじゃない？パソコン、パソコンいける？パソコン行こう、パソコン。もうパソコン行った方がいいって。What the f- お？何？何これ？電話？あ！なんか、なんか来た！2時間パスワード追いが、どういうこと？パスワード必要だって。ちょっと待って、この音何？あっ！ What the fuck！ 何今の！あのおばあちゃんどっから来た？おい、パスワード見つけろってことか？ん？俺に勝てると思うねよ。犬いる。この家のどっかにいんねよ、あのおばあちゃんが。あのおばあちゃん、この家のどっかにいんねよ。ここにね、これにね、見て、数字が書いてあんのよ。ほら、ゼロ。ゼロ？これめっちゃあったのよ。で、4とかも書いてあったのよ。これじゃね？絶対そうやろ。
あのおばば野郎。ほらほらほら、これも4とか書いてあった確か。え、これ何これ、あれ、あ、1。お前マイク使える理由は何、ローとか言えんの。あれ、ここにもある。8 8、今んとこ018018、これにもあった。ほらここにもある0186 0186 0186 0186。おお、わた、誰やねん、おい、さっきよくやってくれたなお前。お、やんのがシャドーボクシングやってんだよこっちは、日頃から。0186、どこ行った、あいついなくなったぞ。これ閉めとこ、怖えもん。うう、0186 57、よくいるな。俺だったらもうこの辺すぐ出るぞ、あんな、あんなおばあちゃん襲ってきたら。6桁だ、0186 57、6桁じゃん。え、なにこれ、2ついんの。パスワード忘れ、パスワード忘れたら、あ、おもちゃのフィギュアの家のあちこち散らかしておいたらって。それはログイン名とパスワード、え、ノーノー、こんなの無理だ、おい無理だって、これ人形の名前じゃんこれ。最初にチケンスキー、カオスキー、ラビス、ラビツキー、ログインはどういうことこれ。こっち来たらピンとし、うん、オッケー、ちょっと待って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 、ね、こいつは何、これ名前がね、人間のシャークスキー。ログインは、ログインはシャークスキーから始まるだって。これなんかおかしくね、これもう順番通りに打てばいいのかな、なんか文章めちゃくちゃなんだけど。でシャークスキーは8、ちょ日本語めちゃくちゃだから順番通りに行こう。6が4つ目、123、シャークスキー6ね、シャークスキー6。こいつがこいつ何、お前どこ行った？こいつ何？クルスキー。クルスキー1。OK、皆さんメモってきたんで、いけるはず。メモってきました。まず、ログインが、チキン、牛、ウサギ。チキン。チキン、牛、ウサギ。サメ、猫。サメ、猫。魚、クマ、ロボット。え、ロボットないんだけど。1号。オッケー、この間がわかんねえ。この間がわかんねえ。適当に1からやっていくもん。我慢！ No！ ちょっと待って。2。3。No！ 4。おー！やべ、ツバ飛んだ。あ、電話来てんだ。ベラ？おー、ベラ。ケイリーはいる？カメラは直した？ちょっとだけ。うちらの時間。おう、ベラ。ケイリーは今夜両親と一緒なんだ。最近どうよ？マジでちょっと変よ。なんか口変じゃね、この人。あなたに会うの楽しみにしてたのに。ああ。新しい一日だった。疲れたか？本当か？何かあったみたいね。本当に来たいと思っていたんだけど、口が動いてます。ただ少しダウンタイム必要だ。スーザン夫人が行方不明で、ちょっと漠然すぎじゃない？君と時間を過ごしたかったのに。えいよ、まあ、今日はいい夜じゃないからゆっくりしたいんだ。また別の機会に会える？もちろんよ。どうしてそんな予想してほしいの？予定があったのに。もうやめるの？ベラ、もうやめろ。どっか行け、ベラ。もう行くよ俺は。お、俺登場人物誰か全く分かってないんだけど、ギグル、マイスケ、マイ太郎、ノー、お前来る、なんか来る、みんな来るよ。これなんだ、これ監視カメラじゃん。前のボタン、次のカメラが切る、ナイトビジョンボタン。どうやってナイトビジョンやんねん。
やばいよ。え、犬鳴いてね。おお、おお、いる、いる、幽体おばあば、幽霊おばあば、どこだ幽霊おばあば、どこ行って幽霊おばあば、おい出てこい幽霊おばあば、まだ置いて裏にいんのか、どうやって止めんねん、どうやって、ノー裏にいる、え、犬どこ行った、おコンピューター、インターネットを使って見つけたテキストの手がかり、クラウダー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 、映えずるもの、調べるってこと、パソコンを使って任せろって言っとんねん、俺インターネットのプロだよ、俺インターネットのプロよ、検索を任せと、クラウダー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 、ちょっと待って、ドアの、ドア開けた音聞こえたけど、まあいいんですよね、ペンシリアダイムタイムズ紙、スーザン・クローラーさんを、ね、スーザン・クローラーさんを、ね、悲観的な喪失が地域社会のメンタルヘルスに対する考察を呼び起こす。スーザンって今のあのおばちゃんの人でね。長っ地域に愛されて80歳のスーザン・クローラーさんが裏庭の木で首を吊って自ら命を絶ったのだ。外国的な性格と献身的な人助けにもかかわらず、ミス・クローラーは人生の大半をうつ病と不安神経症と戦っていただって。なるほど。どう、まあじゃあ、メンタルヘルスに関するあれでしたね。記事でしたね。というわけで、これパソコンから出るとき一番怖いやつよ、これ。オーマイ、オーマイ、ちょっと待って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 、あれ見てみよう、パソコン見てみよう、パソコン、監視カメラ、監視カメラモード、遅いな、ゴー、ナイトモード、ナイト、あ、あそこに人形ある、ナイトモード、あー、なんか変な音する、なんだこの音、 What the f-、 何今の音、なんかめっちゃクチャラーの音してたぞ、クチャラーがいるぞ、あのおばあちゃんクチャラー説あるぞ、お前どこ行ったクチャラー、え、怖っ、何？昔の血だらけなんだけど、おお、掃除してんの、おお、何体、え、わあ、これからマイクあなたの音を全て感知、超常的な存在との交渉を開始することができる、ハロー、ハロー、どういうこと、喋れるってこと、なんかね、ちょっと書いてあったのよ、最初の画面に、いくよ、最初の画面にね、なんか出てたのよ、喋ること、Can you help me? Is anyone here? Where are you? 待って、Show yourself! Show yourself!おのれをさらけ出せ、おい、 Show yourself! Show yourself! え、なんか電話来てる、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 な、誰誰誰、ベラ、またベラ、また僕、お前男か、ちょっと聞いて、静かにしててね、言っておきたいことがあるんだ、ネットで調べてみたんだ、スーザン夫人は少し前に、正確に3年前に亡くなった、だ、君の名は、君の名は天界だ、なぜ彼女をずっと見て、何かおかしいぞ。Oh no. 隠蔽したかったかのようだ。すべてが異様だ。これを一緒に時間が必要だ。精神科医かなんか見てもらった方がいい。もう終わりだ。本気だから。え、なんで絶交すんのこれで。ひどいよ。そんな君の名は展開なのに。やっと、
3年前に実は出会ってた物語を。おおおお、よくやんね。俺をビビらせようとしたんですよ。え、何すんのこれで。何していいの俺。怖い怖い怖い、もう部屋から出たくないんだけど。Hello? 待っていの方行ってね。どこだ。 No 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 行くしかないかもしれない。これ喋ったらやばいの。 Hello? インヌ、お前が。あの仕掛けの中で、毎晩毎晩マネラにつく前、私たち視線を合わせて大切なテレビシリーズを見ていた。君と僕と、バジャッカ。テレビ ?Hello? なんだっけ ?Is anyone here? 喋ってるよ。Show yourself! あ、わかったかも。これさ、これじゃね?左下に出てくる。見てて、行くよ。Oh! Show yourself! Show yourself! Oh! え、いなくね?自分を見せろって言ったんだけど。待って待って、全部聞いてみる、全部聞いてみる。Can you help me?自分の過去の断片を見つけるだって。え、すげえ、これ喋ってくる俺に。 Where are you? どういう意味やねん。うるさいよ。その通りだ。あのね、今聞こえたんだけど、お前が聞こえる、聞こえる場所って言ってたよ。もう閉まってんの。おお !Hello! Hey! Hello! Are you friendly? おい?どこ行ったぞ。何こいつ襲ってくんの?え、なんでいいの?あの人。あの人は襲って、あの人悪い人なの?結局のところ。え、テレビ見ないとダメなの?あ、なんかある。What the? え?殺されたの?どういうこと?これで、静かにしてね。静かにしてね。って言われた後、口もげ。あ、復活した。最後にもう一度だけ言う。Hello?ハゲ親父完成させんの?これ、ここ?どこ?これ。Yes, sir! What do you want? 彼のくる、俺分かってきた。だから多分このおばあちゃんは旦那、あのハゲ親父に殺されたんじゃない。殺されたか、なんかメンタルズタボロにされたんじゃない。 OK、 もっと喋ってみる、もっと喋ってみるか。面白いなこれ。 What happened? What?
What do? Help! OK, 皆さん。あと写真のパーツ、流すよ。これちょっと待って、監視カメラで情報を得るのかもしれない。そのなんか壁への一部を見つけるための、よ、知らんけど。Come on。We are。 え、犬が吠えて、さっきど、何？え？あ？変な音鳴ってるよ。何変な音鳴ってんの？あ、また吠えてる。また吠えてる。これ何？あの場所で私は毎回私たち共有して衣服の日々の汚れを落とすのが手伝うべきだった。時間を戻せたら。衣服だって衣服。衣服？あの場所？俺、あの風呂場？風呂場じゃね？ワンちゃん、ワンちゃん、犬のことじゃないよ。皆さん、可能性があるってことでよーん。どこーん。ここじゃないの。あれ？裕福エリアか？風呂場じゃないってことは？What's good? Huh? Nope. Oh. 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 What? どこ？え、関係ないの？もしかして。Let's go! Let's go! Let's go! OK! 皆さん2枚目ゲットしました。2枚目ゲットしての？見えないんだけど。これ服だね。ここじゃね？おー、もう少し顔面来るよ、顔面来るよ、顔面！画面来るよ、顔面！ OK、ちょっと監視カメラ見て。頼むよ、頼むよ。美味しい、美味しい映像ちょうだい、美味しい映像。美味しい映像欲しい、美味しい映像。高速ステップ、高速ステップ、高速ステップおばさんやぞ。おお、何してんのぜ。お、早いね。何してんのあんた。お前早いねあんた。やりますね。俊足履いてるねこれね。さすが俊足を履いてる人はレベルが違うと。犬が吠えてる。どこ。おう、おう、おう。え？あ、いた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 。よし。あの、衣服エリアに、衣服エリアに。ここで私あまりにも、出して、労働力、芸術を作り。芸術は爆発。え？三枚目、三枚目。芸術は爆発なり、芸術は爆発なり。おお！Go away！なんだナンバーって。ごめん。Wait！ 来ました！
旦那だ、警察官の。警察官が乱用したんだよ、職権を。職権で、やばい、ちょっとだいぶ明らかになってきた、物語があんま明らかになってない。でも警察官が何か関係あんのよ、絶対。職権乱用、権利行使とか書いてたもん。また犬吠えてる。この犬俺大好き。オッケー、いた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 、よし、いこ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 。この犬マジで好き俺。この犬がいなかったら俺もうね、死んでるよ、何千回も。オッケー、黙ります。うん、うん、私が本当に存在したが、その場所、私数え切れの料理の思い出を築くことができたのに。料理ってことはキッチン行っちゃおうかな。キッチンに行っちゃおうかな。どうしようかな。お、頭蓋骨握りしめられた。どこだここ。オッケーオッケー、キッチン来た、キッチン来た、キッチン来た。あいつは俺を導いてる。ここじゃないの。え、キッチンじゃないのか。これじゃね？パーフェクトマッチ、パーフェクトボディ、今日から君もパーフェクトボディ。犬どこ。おお、オッケーオッケー、あれだ、2階のリビングみたいなとこだ。あなたの完璧な美しさを育んだその領域で、領域展開、香りの良い万能薬であなたの肌に優しく油を注ぎ、あなた自身の潤いのある手で。なんで？なんで？化粧ってこと？化粧する場所ってことじゃね？多分油をノリノリしてんだよ。だって油ノリノリすることある？風呂出た後とかじゃね？来てるよ、来てるよ。カモンベイビーアフリカ、リュ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 、来ました皆さん、めっちゃ近い。お、ストップストップ、やばい、後ろにいる、多分後ろにいるけど、あとちょっとだ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 、あとちょっと、あと1枚2枚じゃない多分。ドギ、 Where are you? 置いてる。俺の部屋、まさかの最後俺の部屋にある。もしかしてそういうやつ、裏にいる、裏にいる。うんうん、いないいない。全てが終わったその場所で、私は絶え間なく様や愛するあなたを求める。どこ、裏庭、嘘でしょ、嘘でしょ、違う、道になってる。え、嘘でしょ、嘘で言ってくれよ。はっ、最後のピースゲットだぜ、ゲットだぜ、最後のピース。俺がお前を救ってやる、おばあちゃん。あ、違う、なんで俺パソコン使ってんの。見つけた、
んか書いてある。え、なにこれ、 HS、 なにこれ、 HSLTOM、 HSLT、 HSLTOM、 HSLTOM、 ついに明らかになります。皆さん、謎が HSLTOM、 トム、 No、オーだ、ホールトンだ。ペンシルバニアタイムズ紙、英雄保安官の勇気、大胆な救出劇から40年、長絵のような美しい風景となだらかな平陸地帯に囲まれたペンシルベニア州グリーンフィールドの小さな町には、地域社会の希望とインスピレーションの光となった並外れた勇敢さの物語が存在する。この物語はロバート・ホルトン保安官を中心に展開する。彼の勇気と無視の精神はグリーンフィールドの住民の心にヒロイズムの精神を定義するようになった。1982年、肌寒い秋の夜、地元の家族が突然火災報知器の突き刺すような音で目を覚ました。火災報知器が鳴り響いたのはリン家が火の海になったからだ。家の中に閉じ込められた一家は逃げ場のない悲惨な状況に直面した。混乱さなか、地域社会の揺るぎない献身で既に有名なロバート・ホルトン保安官が救難信号を受信した。一瞬のためらいもなく彼は現場に急行した。傍観者としてとどではなく、困難に立ち向かおうと決意した救助者として到着したホルトン保安官が目にしたのはまさに恐怖の光景だった。炎が抑えきれずに轟き、暗くなった夜空にオレンジ色の光を放っていた。恐怖で身動きに取れなくなった家族が煙の中から上階の窓から必死に助けを求めるのが見えた。炎が激しさを曲げずに、ホルトン保安官は地元の消防車と迅速に連携して大胆な救出行動を立てた。周囲の炎が吹き荒れる中、保安官と消防隊員は燃え盛る構造物を突破するために不眠不休で働いた。大調灯者が地獄の炎と戦う中、防護服を着たホルトン保安官は煙で充満した建物に突入した。ホルトン保安官は遠くから協力家族の叫びを上げたりに、この危険な環境を類まれなる決断力で切り抜けた。ようやく上階にたどり着いたホルトン保安官は一家が部屋の中に身を寄せていたなってのを発見した。唯一の出口である窓の方向へと彼を誘導するにつれ、事態の救急隊が増幅していった。混乱の中、ホルトン保安官は冷静と安心感を保ち、家族の自分を補助じゃないするそれながら安全を場所まで降りるように指示した。ホルトン保安官は一人ずつ間に合わせロープを使って慎重に処方させ、一家を容赦ない火の手から逃がした。英雄的な救助劇や家族が無事に地上に再会作ろうと幕を閉じ、ホルトン保安官は無傷で地獄から生還したが、永遠に変わってしまった。グリーンフィールドの町は彼を真の英雄として称え、ある運命的な夜の出来事が地域社会の心の中に彼の居場所を頑固たるものにした。それが40年経てば、ロバート・ホルトン保安官の遺産は世代を超えて語り継がれている。あの秋の夜に示されたヒロイズムは勇気団結回復力の象徴となり、一人の平凡な保安官の不屈の精神の証として、グリーンフィールドの古風な通りに響き渡っている。え、いいやつじゃん。え、いいやつじゃね。誰か来た。は？誰？誰？誰？え？もうどうやってどうしたんだ？ワイヤット刑事です。捜査中です。誰だお前は？刑事だと？なぜこの家に来てこんな騒ぎを起こすんだ？この辺りの人たちはひとときの安らぎも得られない。失礼しました保安官。私はスーザン夫人の失踪に関する調査を要請した新住民を代表してここに来ました。この家の前の住人であるスーザン夫人、彼女の魂に祝福を。彼女は3年前に亡くなった。なぜ今になって彼女の住居を詮索するのだろうか。保安官、こういう事件は嘆くことがあるんだ。新住民は心配しており終結を望んでいる。閉店か。じゃあ、まあそれは理解できる。しかし、この騒々しさは何なんだ。あ、そうだね。私の調査は時に騒がしくなることがあるんだ。ただ手を抜かれないようにしてるだけ。幽霊おばあちゃんいるからね。なぜ今なんですか。なぜ今さ、数人夫人のことを大騒ぎするのか。手がかりを追うのは私の義務です、保安官。そして今、私の手がかりはこの家を指し示している。そうか、分かった、刑事さん。お先に失礼します。でも、押さえてくれよ、弟。会談中で街中が騒ぐ必要はない。ああ。
え、どうすんのこれ。おし、何の音。おお、ブレイカーが、ブレイカーが洗濯と色にズーム使えてるもん。オッケー、これやればいいってこと。おっす、パーツが必要ってこと。ああ、 Is anyone here?Are you friendly? めっちゃあるやんけ。こういうことか、こういうことか。分かった分かった分かった。いけるいける。これ余裕だ。これ余裕ですよ、皆さん。レッツゴー!あれ?お?お?これ部屋行けばいいの?なんのかわいい。FBS ゲーマーいる、この部屋に。 No、 Sit down boo、 Sit down boy、 Oh shit、 Sit down、 Sit down boy、 Oh Oh Oh、 You reckon I wouldn't figure it out? うるせえ、俺から言ってやるぜ。セラボーイ、ヘッドショット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 。セラボーイ、セラボーイ、セラボーイ。オーマイ、こいつぜ、どんだけ、こいつ無敵な男なんだ。な、こいつ無敵なんだけど。ヘッドショット、ヘッドショット、ヘッドショット。え、こいつ何？お、おやんにゃ。うん、うん。おしりの穴めっちゃ、うん。え？ああ、泣いてる。え？あ！逃げ穴？え？うっそー。埋められてる。こいつに。グッドエンディングだって。ワイヤット刑事はスーザン城とその夫の悲劇的な死の裏に隠された暗い真実を解き明かした。犯人は地域社会で権威と尊敬を集める保安官ロバート・ホルトンに他ならなかった。スーザン城が自分ではなく別の男を選んだことで嫉妬に駆られた彼は凶悪の復讐に走ったのだ、だって。だからスーザンの霊はこの家に取り付いてたんだ。
ホルトン保安官、地元のニュースを巧みに操り、英雄のように見せかけ、自らの不吉な行いを隠蔽した。彼はスーザンさん一家が夕食をとっている間に、スーザンさんたちを包囲した火災を加速し、彼の命を無慈悲に絶った。しかしそれだけで不十分だった。彼は自分の痕跡を隠すために英雄主義という偽りの物語をでっち上げたのだ。スーザンさんは、捏造された報道が示唆するように自ら命を絶ったのではなく、検視官が彼女の遺体を調べたところ、妊娠していたことが判明した。ホルトン保安官の堕落ぶりはとどまることを知らない。しかしそのような闇の中でワイヤット刑事は真実と正義の光として現れた。揺るぎない決意で証拠をつなぎ合わせ、ホルトン保安官の卑劣な行為の正体を暴き、裁判にかける。なんか襲われてな、俺今。でも前太郎刑事によって、警察が現場に到着した時、ワイヤットは涙の中に立っていた。痛みや悲しみも関わらず、彼の決意は揺るがず、それはどんなに暗く困難な道であっても真実を追求するという彼の決意の仕方である。一人で、プロダクションズ。うわー怖かったけど、めっちゃ面白かった。すごい、これは。皆さん、これ高評価ですよ。高評価もの、まだ怒ってるし。ね。スーザンさん怒ってます。また今日も真実を明らかにすることができました。最高。